こんばんは、ひろです。では、ゴーストリコン、フォールンゴーストの、真面目に攻略していきましょう。言うたびにちょっと笑ってしまいますけども。どいてどいて。引いちゃうよ、引いちゃうよ。これやめよう。こっちにしよう。バック入れるのがめんどくさい。ヘイシリー、タイマーセット。時間を指定してください。20分。タイマーを20分にセットしました。はい。じゃあやっていきましょうか。やっぱりね、ゴーストリコンやると全然関係ないことをやっぱり喋りたくなりますよ。まあでも今回はちょっとそれも、今回というかそのシリーズはちょっと我慢してやっていきたいと思います。これどうしようかな。フォールゴーストダウンロードコンテンツ終わったら、まあダウンロードコンテンツだからそんなに長くないと思うんですけども、まあナルコロードっていうその前のやつもあるし、遡っていきますかね。で、本編も、こう、結局最初から真面目にやるっていう謎のことをやりますか。最初の方のやつは、結局は、真面目にはやってるんだよね。結局関係ない話をしてるやつって、まあ、話のこのシーズンとかがあるから、順番とかも入れ替えてるから、全然ストーリーとかが繋がんなかったりとか、するし。あとなんだろうね。ドローン展開。敵を捕捉。民間人の近くだ。お、ちょっと待って。どうなってんの？ちょっと待って、どっから狙われてんの？ちょっと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 スナイパー。そう、順番もつながんないし、ストーリーもまあ当然入ってこないだろうしっていうことをやっちゃってるから、まあ普通にこのエルスウェイニョを倒せっていう。まあ言われたことないですけどね。まあ、それはそれでやってもいいかなっていうふうな気がしますけど。ああ。OK。ふぅ。反乱軍の司令官の一人が奴らに捕まった。救出するぞ。顔出せ。あとは中かな。そう。フラググレネードだ。くらえ。エクスプロージョンデテクターだ。あと
todas las unidades diríjanse a ese punto.特に時間制限とかないんだね。今までのあれ、あの、なんだっけ、なんかの装置、通信施設かなんかのやつは時間制限あるから焦ったけど、なければ別に、多分 VIP を倒す、殺さないように、おー、ぶんねー、撃つとこあった。どうするかな。クソ、敵の増援が来るぞ。ちょ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 、それ、おお、救出をしたい。ちょ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 、これ大丈夫かな。あの人はそのままこう逃げれる、逃げてくれるのかな。うわっ、ちょっとこれはこれは危ないところだ。どうしたらいいの。どうしたらいいの。どうしたらいいの。スナイパーだ。うそ。結局どうしたらいいの。ここから逃げるまでが大変なことになりそうだけど、なんだろう、このすごくこの絵的にさ超囲まれてる感じのそのダメそう感が半端ないけど、どうしよう、乗り物なくなっちゃったな。これ何が上がんの。陽動使わないしな。そこに知り合いがいる。ダニエロ・トロって男だ。前に奴らが民間人を処刑してるって。乗り物要請使えたかな。まあいっか。ヘイシリー、タイマーの残りは。タイマーは現在動作中で11分と44秒になっています。はいはい。俺が運転する。じゃあ協力者に会いに行きましょう。大体集中しても集中しなくても、なんかこのやられる回数とかも何も関係ないな。結局喋ってるか喋ってないかだけでもあれだね。
これも最初にこの喋りながらやってた時のことを思い出すけど、喋りながらゲームなんかできるかいみたいなことを言った気がするけど、意外とできるもんだよね。喋ってても喋らなくても変わんないもんね。見てる人は全然音だけ消してたら多分ほとんど一緒だと思うんだけど、さて、これ雨だから全然見えないね。さて、おう、はいはいはい、くそ、どうした、何があった、人が家畜みたいに殺されてる、そしてお前は何をしている、悲しんでるのか、私が通る、みんなを怯えて反乱軍に賛同すればロチャに見せしめにされる、仲間がいなくなって死体で見つかる、お願いだ助けてくれ、誘拐してる奴らを見つけることができれば止められるはずだ、なるほど、この殺し方はカルテルのやり口だ、ロスエクストラヘロスには元サンタブランカの奴らが混じってるようだな、ああ中で殺して外に運んだんだ、なるほど、じゃあ車今乗ってきたやつ、なんていうかこの範囲内にいるってこと、車で行くまでもなく、これこの辺痕跡、車で逃げてるの、ちょっと乗るだけ乗ってみようか、いや違うな、なんだよ俺には運転させないってのか、この間のことのせいか、いやできれば運転してほしいんですけど、トラックいた、武装した奴らがここを通ったはずだ、見てないか、知ってたとしても教えられない、なぜ、なぜ、この辺りで何が起きてるか、話さないわ、絶対に話さない、よっぽどことがあったのか、おいここで何が起きたか見てないか、隠れて見てたんだ、ロチャの部下たちがボートに乗り込んで笑いながら殺した奴の話をしてた、うわぁ助かったよ、本当だよ、なんか後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう、じゃあこれに乗ろう、
よし、行くぞ。うお、敵いっぱいいるんじゃない、これ。あれが例の島か。クソ、スナイパーだらけだ。慎重に近づけ。オッケー。隙を見せれば確実にやられる。ものすごく強引に行ったけど、そう狙われてますけど、知ってます。交戦か。で。20人しかいないんでしょ。いつも何人ぐらいんだろう、敵。スナイパー。あ、マガジンを変える。危ねえ。準備はいいか。攻撃して。ちょっと待って。誰かの、うおー、全滅した。よろしくないな。多分侵入がちょっと強引すぎたかね。ストランヘロスには元サンタフランカの奴らが混じってるようだな。ああ、中で殺して外に運んだんだ。あれ？どうやって。こっちからは良くないね。裏から一体。あれが例の島か。クソ、スナイパーだらけだ。慎重に近づけ。隙を見せれば確実にやられるぞ。どっから入るか。あ、ここか。怖い。いるけどね、すでに。撃つぞ。そしてもう狙われてるけどね。前もここ、まあ来たね。マップは使ってんの、使い回したのかな。そりゃそうか。てか後ろにもいるでしょ。狙われてるぞ。うわ、
て、あいつで5人だ。間違いない。準備はいいか？行くぞ。こっちに向かってくる。どうする？うん、倒すよ。じゃあ後回しで。いた、うん、ああ、ちょっと待って、俺タイマー止めてる。隠れろ、隠れろ。タイマー口で止めたいんだけどな。オッケー、見出し邪魔。見出し邪魔。邪魔。で、ホルト邪魔。邪魔。ああ、行っちゃった。さて、あと4人。次第だ。拷問されてたみたいだな。この人たちが何を隠してたってんだ。ここにいない奴らは工場に送られたんだ。おね。ゲージ。この裏側ってどうやって行くんだろうね。登るとこある？ないわけないか。ない。ない。ない。
どこにいるの？どこそれ？ああ、そういうこと。というか、なんで20人に。マックスが20人だったのなんで減ったの？これはどっから狙えばいい？もうあれしかないか？ほい。フラグを投げる。ソクラテス、聞こえるか？ロチャの暗殺部隊を見つけた。対処済みだ。対処済みだ。はい。では、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューでした。バイバイ。